はい、皆さんご覧ください。これがカマロ GL1 です。見るからに普通のカマロとは全然違う、いかにも速そうなマッスルカーです。それもそのはず、まあ全然見かけは普通のカマロとは全然違う。で、まずタイヤが、グッドイヤーのイーグル F1 で、ブレーキキャリパーが、それから前輪後輪ともにブレンボを使っている。いかにもレーシーだね。それからコックピットは、まずは、ステアリングは、やっぱりかっこいいね。それからシートは、この TL1 と書かれたレカロのこのシート、やっぱりドイツ製のレカロのシートだよな。座り心地も非常にいい。で、それからやっぱりこの6速のマニュアルギア、僕好みだ。やっぱりマニュアルギアはいいよな。で、スピードメーターがこの200マイル、マイル表記になっている。やっぱりアメリカ仕様だよな。で、ここではこのカマロ GL1 の強化版の、GL1-1LE のことについてもちょっと触れようかと思う。このカマロ GL1 はあのノルドシュライフェを7分29秒60で走ったという、あの非常に難しいノルドシュライフェを7分29秒台というのはかなり速い。やっぱり650馬力というのは伊達ではない。で、それからそろそろ後ろには来るが、この GL1 のこの GL1 ではリアウィングはついていないけど、 1LE だとトランクのところにカーボンファイバーの大きなリアウィングがついていて、空力的にも性能は向上されている。で、あとエアディフレクターとかもついている。で、このカマロ GL1、 まあ普通のカマロでもなかなかそうは見ないとは思うけど、フェラーリとかランボルギーニよりかはかなり少ない数じゃないかとは思う。日本じゃ数台っていう感じかな。本当にこの日本では貴重なマッスルカーじゃないかとは思うね。それからこのエンジン、コルベットの流れから組む V 型8気筒の OHV の LT4 エンジン、それにスーパーチャージャーがついて、なんと馬力が650馬力で、排気量が 6153cc。 ハイパワーだよな。それからこのライト、すごく精悍な目つきをしている。これもかっこいい。で、気になる値段的には900万、諸経費とかも含めて900万だね。というわけで、今回はこのカマロ GL1 でした。